おはようございます。モクさん、おはようございます。ウポスさん、カズさん、マイちゃん、おはようございます。ハレリア、元カレさん、おはようございます。ルルさん、おはようございます。今日はですね、台風の影響もあってちょっと暖かいですね。少し、気温が高いですね。フェーン現象でですね、昨日はすごい風でした。でも今日は、穏やかな日です。今日は午前中晴れだそうです。午後はですね、ちょっと曇るという東京地方ですね。623、救われるものは少ないんですか。後で説明しましょう。アンディビさん、おはようございます。はい、今日はアイポンさん、おはようございます。今日は、9月24日、9月24日ですね。納豆さん、おはようございます。パソコンをですね、置くところを見つけまして、まあ手で持ってるよりもこの方が、まあ、画面がですね、安定していいと思います。はい、それではですね、タイトルいきましょうか。タイトル、ちょっと暑いですね。ちょっと脱ぎましょうかね。タイトル、救われるものは少ない。救われるものが少ない、何かちょっとですね、ネガティブな見言葉なので、ちょっとショックを受けるような感じです。救われる人は少ないんですか。何かですね、少しこう、なんて言うんでしょうかね、あまりこう嬉しい言葉ではありません。しかし確かにイエス様の言葉にこれがあるんですね。イエス様の言葉にですね、山口さん、おはようございます。私は、あ、おはようございます。私は門である、狭い門という言葉があって、まあ、受験のことを狭き門と言いますけど、まあ、その入試に受かる人が少ないという意味でしょうけど、イエス様も、その私は狭い門である、イエスキリストを信じるということは狭い門を通るということですが、その狭い門を通ると狭い道がある、そして広い門があって広い道がある。多くの人はですね、広い門を通って広い道を歩んでいて、そして狭い門を通って狭い道を歩むものは少ない。いや、それよりもイエス様はですね、まれだと書いたんですね。まれっていうのはなんか少ないよりもっと少ない感じの言葉ですね。まあ、クリスチャンにとってですね、イエス様、そんな救われる人少ないんですか、救われる人が少ないんですかというような気持ちになります。まあ、昨日はですね、愛は尊いというそのタイトルでしたけれども、ヒットさん、おはようございます。金とかダイヤモンドが、貴重なのは、まあ、少ないからですよね。もし金とかダイヤモンドがたくさん多かったらですね、
そんなに貴重じゃなくなるかもしれません。金とかダイヤモンドとか宝石はですね、まあ、少ないから貴重だということが言えるでしょう。クリスチャンもそういうのはあるかもしれません。クリスチャンも少ない。クリスチャンも今現在日本では 0.何%、 0.何%ってわからないんですね。まあ 0.1% なのか 0.2% なのか 0.05% なのかわからないんです。それほどクリスチャンが少ないです。 1% 以下と言われてます。 1% 以下と言われてますが、実際の数字はわかりません。もし 0.1% であるならば、1000分の1に、ね、1000人に1人、わお、少ないですね。まさに救われるものは少ない。特に日本においては、ごまちゃんおはようございます。特に日本において現在はね、現在は1000人に1人ならば、いやー少ない、救われるものは少ないというふうに考えます。しかしまあリバイバルが起きたらですね、もっと増えると思いますけど、リバイバルでも日本の歴史考えてください、ね、日本の歴史を考えると、まあ、江戸時代はですね、豊臣秀吉の時代、または江戸時代初期はですね、クリスチャンが多かったと考えます。まあ、聞くところによると人口ね、人口1000万か2000万か分かりませんか、日本の人口は少なかったわけです。その、まあ、1000万だとしても70万人ぐらいクリスチャンじゃなかったかと言われるんですね。そうすると、豊臣秀吉の時代はですね 7%、 クリスチャンが 7% だったということで、その時のクリスチャンは多かった。日本のですね、クリスチャン大名が二十何人クリスチャン大名がいたそうですが、その頃の日本はクリスチャンが多かった。しかし、その後キリシタン弾圧、キリシタン禁令でですね、クリスチャンが減って、まあ、明治、大正、昭和でですね、クリスチャンが、少し増えた時もあります。でも増えたといってもそんなでもないかもしれません。黒桃さんおはようございます。和美さんおはようございます。そういうわけで、日本の歴史からすると本当に、救われるものは少なかったんですね。日本の歴史からすると、世界でも本当にクリスチャンが少ない国、国によって違うんですね。国によってクリスチャン人口が違います。でもイスラム教の国々でも数パーセント、イスラム教の国々でもクリスチャンは結構多いんですね。で、中国でもクリスチャンが1割ですから、日本は資本主義で、民主主義の国にもかかわらず、クリスチャンが少ない。まあ、これは、残念なことです。まあ、ヨーロッパもですね、ヨーロッパも昔はキリスト教の、キリスト教が盛んでした、昔ね。イギリスでもリバイバルが起きて、ドイツでもプロテスタントができて、ヨーロッパはキリスト教の文化ですが、しかし今非常に落ち込んでいますね。キリスト教が落ち込んでいます。神様はこの歴史の中で祝福したり、祝福が少なくなったりするわけです。でも、この終わりの時代、終わりの時代は収穫の時代でもあります。今までの人類の歴史、日本の歴史の中で
クリスチャンが本当に少なくて、救われるものが少なかったかもしれません。救われるものが少なかったかもしれませんが、これから神様の憐れみで救われる人が増えてくると信じます。クリスチャンが増えてくると信じます、ね、救われるものは少ないけれども、救われるものも少ないけれども、しかしその中でもなんとか少しでも救われるように祈る必要があると思います。太郎さん、日本は神道であり天皇陛下をいただいているので、キリスト教がこれ以上浸透することは残念ながら難しいと思います。太郎さん、神様に不可能はありません。神様には不可能がありません。モリピーさん、日本人は結婚式はキリスト教でするのに葬式は仏教でするのはなぜですか。やはりですね、新式で神前結婚というのはなんとなくですね、まあ、今の人は合わないんじゃないでしょうかね。着物着たり、それからこうね、こうなんかこういう花嫁はこのカツラかぶるわけでしょ。まあ神前結婚は今若い人にはちょっと合わないかもしれません。おはようございます。まあ教会の方がまあね、イメージ的にはいいじゃないですかね。まあ結婚のイメージからすると、まあウェディングドレス、教会でチャペルで結婚式、なんか半分ぐらい、今の日本人の半分以上の人は教会で結婚するそうです。またはキリスト教式で結婚するそうです。でも私はですね、いつも言うんですが、形式はキリスト教でやるかもしれないけど、それはダメですよと。だって考えてください、結婚というですね、とても大事な儀式って言ったらいいでしょうかね。結婚誓う時、信じていない神の前で誓うっておかしいでしょ。イエス様を信じてないのにね、イエス様を信じてないのに十字架の前で誓いをする、もうそれは嘘丸見えですよね。嘘がバレバレです。そんな、嘘の誓いをしてどうすんのみたいなね。ですから形式的な結婚、日本の結婚はみんな嘘の結婚だということですね。信じていない神の前で誓う、それは神様に対して正しくない。本当に正直ならば、自分が信じてない神の前では誓ってはいけないんではないでしょうか。結婚という大事な、まあ約束と言ったらいいでしょうか、契約と言ったらいいでしょうか、生涯一緒に結婚していきましょうという約束をですね、信じてない神の前でするのは、もうそれは嘘の誓い、嘘の約束ということが、分かります。形式ではダメだということですね。形式ではダメ、本当に私たちは正直に生きるべきです。誠実に生きるべきです。嘘のない人生を皆さん送るべきだと思いませんか。ですから救われるものが少ない。イエス様は他の言葉でも言いました。この間ちょっとやりましたけど、招待されるものが多いけれども、選ばれるものは少ない。招待されるものは多いけれど、選ばれるものは少ないという御言葉があります。ジゼルさん、おはようございます。例えばですね、まあユダヤ人、イスラエル人は、ある意味では招待されました。イエス様は、神様と言ったらいいでしょう。神様はイスラエルを救うために律法を与え、そして、救い主を与えました。しかし預言者も与えましたね。神様は
イスラエルに預言者を与えました。しかしイスラエルは預言者を殺し、そして救い主を殺しました。神様はイスラエルを招待しました。神の国に招待しました。しかしイスラエルが、招待を断ったわけです。つまりイスラエルで救われた人は本当に少なかったんですね。もちろん救われた人もいますよ。イエス様の弟子はですね、ユダヤ人ですから、ユダヤ人で救われた人ももちろんいます。しかし少ないんですね。招待されるものは多いけれども、選ばれるものは少ない。そして、異邦人もそうです。異邦人もですね、この2000年間福音が述べ伝えられて、多くの国々で宣教師が入って伝道しました。日本にもフランシスコ・ザビエルからずっと日本にも宣教師が入ってきて、江戸時代は晴れなかったですけれども、宣教師が明治、大正、昭和、平成、令和、宣教師が日本に来て日本に伝道しました。でも宣教師は信じるように招待しました。多くの日本人に神の国に入るように招待しました。しかし信じる者は少ない、選ばれた者は少ない、本当に残念なことです。日本だけではありません。世界中で、イエス・キリストを信じる者は少ないんです。皆さん、アメリカはキリスト教の国だと皆さん思っていると思います。確かに、建国はクリスチャンが建国したと思います。しかし実際にクリスチャンを本当に真面目に信じているクリスチャンはやはり少ないんですね。少ないんです。はい、中村さん、はい、おはようございます。アメリカでもクリスチャンは、ね、何パーセントか分かりません。 10%、20%、30%、まあ、町によって全然違います。ロサンゼルスとかサンフランシスコとかニューヨークとか、そういうところはクリスチャン少ないんですね。アメリカでもですね、バイブルベルトみたいに南部の小さな村、そういうところはクリスチャン多いですけれど、大都会はやっぱりクリスチャンが少ないんですね。そういうわけでアメリカといえどもクリスチャンは少数派と言えるでしょう。ごまちゃん、教会にいてもクリスチャンにならない人もいましたね。そうですね、教会はみんなクリスチャンかと思うとそうではなくて、教会に何年も来ても信じない人も結構いるんですよね。で、不思議ですよ、なぜ教会に来るのっていう感じなんですが、まあ、求道者と言います。求道者というのは、まあ、道を求めると書きますが、信じようと思って教会に来るんです。ところがですね、何年経っても信じない人がいます。不思議です。やはり信じるためには何か聖霊様の働きが必要でしょうね。聖霊様に触れないとなかなか信じないというのがあるかもしれません。これ放送もそうかもしれません。放送の中で信じる人と信じない人がいます。どういう人が信じて、どういう人が信じないか、やはり理由があると思います。神様は選んでるということですね。神様も、私は伝道します。イエス様のことを伝えます。しかし救うのは聖霊様ですね。まあ、イエス様と言ってもいいでしょう。イエス様が一人一人の心を知っています。その人の心を見て選ぶわけです。イエス様は言いました。あなた方が先に選んだのではない、私が先に選んだのだ、私が先に選んだのだ。つまりクリスチャンはイエス様を信じるという選択をするかもしれない。でもその前にイエス様が選んだと書いてありますね。ですから皆さん、選ばれる信仰、心を持ちましょう、ね。
イエス様に選ばれる心を持たないと信じることができない、信じることができない、真理を求め誠実に生きなければ選ばれないとも言えるかもしれません。またはへりくだって悔い改めて罪を認めないと、救われないと言えるかもしれません。ゆうゆうさん、残念なことに旧牧師の枠に来てもクリスチャンにならない人も多いみたいですね。ブッチさん、ボッチさん、樋口喜一郎のあったユダヤ人は、日本の天皇こそがユダヤ人が悲しい目に遭った時に救ってくれる救世主と言ってます。太郎さん、普段の生活をしている中でクリスチャンであることが負に感じることはありませんか？全然ありませんよ。全然ありません。クリスチャンであることは素晴らしいことですね。クリスチャンであることは素晴らしいです。本当に、救われてよかったと思います。信じることが許されてよかったと思います。もう、信仰イエスキリストを知ったということはもう本当に、最高の宝、最高の宝を持っているということですね。永遠の命を持っているということです。はい、それではですね、ヤクモさん、教会の中で分裂するところもありますね。そうですね、残念なことに教会が分裂するということもあります。やはりですね、クリスチャンや教会も肉的になることがあります。肉的になるということは、つまり欲が働いてですね、欲が働いて敵意が出て憎しみが出るならば教会も分裂することがあります。クリスチャンといえどもそういう霊的戦いがありますね。また悪魔がですね、まあ、絶えず、教会を攻撃し、悪魔がですね、その、まあ、分裂するような、そういう働きをします。まあ、噂とか、そして噂とかですね、それから悪口とかそういうものが、教会に入ってきます。そうするとですね、教会に分裂が始まります。おはようございます。ですから私たちは、本当に、噂とか悪口というものを気をつけなければなりません。いろんな誤解、いろんな、なんて言うんでしょうか、いろんな噂話に、カリスマ派ではね、カリスマ派では噂の悪霊、悪口の悪霊、批判の悪霊という言葉を使います。まあ、それもサタンが与えた悪霊なんですね。そういう悪霊が入ってくるといろいろ問題が起きてきます。ですから私たちは許し合って、イエス様の教えをしっかり守って、許し合って愛し合って一致を保ちなさいと、ありますから、私たちは絶えず、許して一致を保たなければそこにサタンの隙ができてサタンにやられてしまいます。私たちは本当に自分の心も守んなければなりません。私たちの心に、悪い心が入らないように、サタンの嘘が入らないように自分の心を守ってこそ私たちの心を保つことができます。教会もそうですね。教会もそういうですね、噂や悪口が入らないように気をつけなければなりません。兄弟姉妹に対して正しい思い、神の愛で兄弟姉妹を見る必要があります。ゆうさん、おはようございます。
ジュデオンさん、多くの日本人は肉的人生を送ってしまうんでしょうか。まあ信仰がないということはそうですね。イエス・キリストを信じる信仰がないということはどうしても肉的になります。人間は肉的に生きるか信仰的に生きるかどっちかしかないんですね。信仰的に生きるか肉的に生きるか両方は無理ですね。どっちかです。信仰がないということは肉的しかないんですね。いろんな考え方があるように見えますけど、聖書的に言えば信仰がなければ肉的だということです。ほとんどのね、そういうイエス様以外の宗教は全部肉的なんです。口ではいいこと言いますね。口では言いますけど、実際は肉的なんです。それは聖書の考え方ですね。聖書の考え方、霊か肉か、霊か肉か、ローマ8章ですね。霊か肉か、どんなにいいこと言っている宗教でもそれは肉的なんだということですね。それをぜひ皆さん理解しましょう。イエス様を信じなければ罪の奴隷、欲の奴隷だということです。まあ放送を聞いている方は大体分かってらっしゃると思います。あ、ヒットさん、夢で牧師の送っていただいた聖書を見ました。ああそうですか。わすごい、夢でもうすでに聖書を見てたんですね。素晴らしい。それでは証タイム行きましょう。証タイム行きましょう。イエス様を信じて、ああイエス様を信じるということは、稀なんだ。イエス様を信じるということは特別なんだ。選ばれたんだ。ああイエス様を信じてよかった。イエス様を信じてよかった。イエス様を信じるということは特別なんだ。イエス様に選ばれなければ信じれないんだということが分かった証し。スタート、スタート、スタート。ヒットさん、牧師のお話が手に取るように分かるというか理解できます。ああ素晴らしい、ありがとうございます。牧師には免許証や許可証のような証明書の類はあるのですか。まあ、ある教会もあるし、ない教会もあります。教団教会にはですね、まあ、そういう、サティフィケートって言うんですけどね、そういう証明書があるところがあります。イエス様を信じれば幸せになりますか。イエス様を信じなければ幸せになりません。ルルさん、私も本当に苦しい時に夢で救われました。その時選ばれたんだと思っています。アメン、アメン。ルルさんも夢で救われた。実はね、私のね、妻も夢で救われたんですね。夢の中に、神様が来て、まあ、夢の中で妻、娘が誘拐された夢を見たらしいんですが、その時に神様助けてと妻が言った時に救われたらしいんですね。夢で救われる人もいるんですね。まあ、夢で助けてって言った時救われたんですね。あ、桃花さん、私も夢で救われた。ああそうですか。桃花さんも夢で救われた。イエス様に選ばれなければ私は地獄に行っていました。やっと救われたんだと嬉しくて涙が出ました。そうですか。本当に、選ばれなければ地獄に行ってた。本当は怖いですね。怖い、怖いことです。ごまちゃん、私も洗礼を受ける前にうとうとしてたら名前呼ばれた。ああ、ごまちゃんも選ばれたんですね。名前を呼ばれて、選ばれた。ヤーマンさん、神様。カズミさん、イエス様に選ばれたということを教えてくださりありがとうございます。喜びを覚え前向きに生活しようと思います。ああ
良かったですね。信仰というのはまずイエス様が選ぶということですね。それはヨハネ15章に書いてあるんですね。ヨハネ15章に、あなた方がまず選んだのではない、私がまず選んだと書いてあります。大石さん、おはようございます。ごまちゃん、砂浜に指で私の名前をなぞった夢。わあ、そうですか、素晴らしいですね。ぼちさん、昨日お墓前に行ったら突風でお線香が全部吹き飛ばされちゃいました。ぼちさん、それをやめなさい、先祖諏訪をやめなさいという神様からの、印ですよ皆さん。ぼちさん、ぜひそれ偶然ではなくて、偶然ではなく神様が線香を吹き飛ばしました。ぼちさん、悔い改めてイエス様を信じましょう、悔い改めてもう偶像崇拝をやめてイエス様を信じましょう。神様からの印です。ルルさん、朝起きてカーテンを開ける前にお祈りをすると気分が全然違います。アメン。朝祈ることがとても大事ですね。朝祈ることがとても大事です。ユウさん、イエス様に選ばれたことに感謝して、そのことを無駄にしたくありません。そうです、ユウさん、本当にせっかく選ばれたならば、せっかく選ばれたならば信仰を全うしましょう。せっかく選ばれたならば救いを全うして、決して道からそれずに、イエス様を信じる道からそれずに、命に至る道と書いてあります。狭い道、狭い道というのはね、ちょっと難しい、歩くのが難しいし、あまり人がいない、あまり人がいないわけです。でも命に至るとあります。広い道は歩きやすいし、みんなが通ってる。でも滅びに向かうと書いてあります。滅びに向かうというのは地獄に行くということです。多くの人は知らず知らず地獄に向かって歩いている。多くの人は地獄に向かって歩いてます。でも、路線変更しなければなりません。路線変更、それは広い道から狭い道に歩き変えるという、イエス様を信じる道を歩む、これが天国に行く道です。命に至る道、今はチャンスです。今はチャンスです。悔い改めるならば選ばれます。罪を悔い改めて、イエス様ごめんなさいと悔い改めたら選ばれて信じることができるようになります。にわかさん、私は全部の神を信じます。それはできません、それはできません。なぜかというと、イエス様は私以外には救いがないと言ってるわけですから、矛盾するわけですね。そこにね、イエス様を信じるなら、イエス様以外に救いがないということを信じなければ信じたことになりません。全部の神を信じるということは、できないということですね。人口が増えるのはなぜですか。今終わりの時代ですから、人口爆発をしています。特にアフリカや第三国で人口爆発してますけど、これは神様が一人でも救うためです。神様が一人でも救うために人口爆発があります。国連はですね、人口の抑制をしていますが、それは良くないんですね。人口の抑制をしてはいけません。私たちは、人口爆発して、人口爆発してたくさんの人が救われてほしいと思うべきなんです。どこの宗教が一番嫌いですか。どこの宗教が一番嫌い。いや、もうどこの宗教もダメですよ。イエス様を信じない限りどこの宗教もダメです。
タロスさん、本当の神様は一人ですね。本当の神様は一人ですから、イエス様以外には救いがないんです。イエス様以外に救いがありません。石破さんの政府批判は支持しますか？支持しますよ。石破さん一応ね、クリスチャンなんです。石破さんは一応プロテスタントのクリスチャン、まあカリスマ派ではない、カリスマ派ではないけど一応プロテスタントのクリスチャンですから、石破さんを応援します。まあ自民党ですけどね、自民党ですけど石破さんを応援します。それでは、うこさんおはようございます。ジュテロンさん、なぜ多くの日本人は自国に向かって歩いてるんですか？信仰がないから。信仰がない、偶像崇拝してるから。偶像崇拝したら救われないと思いませんか？偶像崇拝やめないと、偶像崇拝やめないと選ばれません、ね、偶像崇拝をやめて悔い改めたら選ばれます。ぜひ皆さんも、救われたいならば、天国に行きたいならば、偶像崇拝を悔い改めて、偶像を捨ててイエス様を信じましょう。そうすれば選ばれます、選ばれます。それでは、招きをしましょう。カトリックもダメですね、カトリックもダメです。今日の放送を聞いて、ああ、救われる人は稀なんだ、救われる人は少ないんだ、天国に行く人は稀なんだ、だったら なんとか、どうしても、何としても、何としても救われたい、何としても天国に行きたい、救われる人が少ないならなおさら、救われる人が少ないならなおさら救われたい、天国に行きたい、自分の偶像崇拝を悔い改め、自分の不貧困を悔い改め、自分のしてきたことを悔い改めてイエス様を信じて選ばれたい、イエス様に選ばれて救われたい、砕かれた心を砕いて悔い改めてイエス様に選ばれて救われたいと思う人、アメン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 。そう、カトリックのマリアは偶像に当たると思います。みんなが信じたら天国は人間であふれますか？そうですね、みんなが信じたら天国はあふれます。スミソニアンさん、選ばれない人は救われないんですだね。そうです、選ばれないと救われません。イエス様に選ばれないと救われません。ですからイエス様に選ばれるように悔い改めることですね。イエス様に、選ばれてほしい、選んでほしい、選んでほしいと悔い改めれば、選ばれます。イエス様は優しい方ですから、悔い改めたものを選んで くださいます、悔い改めなければ選ばれません。天のお父様、感謝します。私たちは本当に、肉的に生きてました。欲で生きてました。私たちは本当に、汚れた生き方をしてました。悔い改めます。私たちはあなたに敵対して生きてました。許してください。私たちは、あなたに選ばれて救われたいのです。今アーメンと言った方々が選ばれて救われますように。また救われた人たちは信仰を全うし、命に至りますように、天国に行きますように。救われる人は少ないかもしれない、救われる人は少ないかもしれないですが、一人でも救われますように、一人でも救われますように。イエス様、どうぞ、救いにふさわしい人を選んでください。
救いにふさわしい人、あなたの御心に合うものを選んでください。イエス様お願いします。砕かれた心、悔い改めた心の人を選んでください。イエス様お願いします。そして救ってください、救ってください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。信仰の心は音楽に感動する心と似てるでしょうか。あ、似てるかもしれませんね。私たちはイエス様に感動します。イエス様の愛に感動します。それでは皆さん、今日の夜7時にまたお会いしましょう。良い一日を、良い一日を神様に、イエス様を喜び、感謝にあふれる一日を送ってください。そして、神の愛を求めてください。そして、神様の御心を行いましょう。神の子として、神の子として、歩みましょう。神の子らしく、神の子らしく歩みましょう。それでは、夜7時にお会いしましょう。シャローム、シャローム、ありがとうございました。シャローム、シャローム、ありがとうございました。